華教員とムンドゥールのコンビだと。距離を置かずにガンガン攻めるぞ。無理だな。お前たちは近寄ることもできない。狙い撃ちにしてくれるわ。オープンだけ。ホワメット戻しておくか。てめえ。距離スタンドコンビがこれほどまでとは。やはりだが、あのお方のためにこの場は一時引かせてもらうぞ。くそ、逃げられた。いや、華教員は捕まんドゥールのことは後回しだ。待ちな。また新しいのが出てきやがった。おめえはさっき空港で会った。
ジョセフのじいさんよ、これはあんたの地、俺に任せてもらおうか。この聖なる遺体の…なんじゃと？聖なる遺体？それに…華教員、正気に戻ったのか？そうだ、ディオ。落ち着く。あんた何者じゃ？今華教員に何をしたんじゃ？待て、待ちな。ああ、俺の名はロバート E. O. スピードワゴン。スピードワゴン。そりゃスピードワゴン財団の創設。わかったぞ。オーマイガー。いや、違うぞポルナレフ。昔見たスピード。俺の顔を知ってるのか。こいつは聖なる遺体。聖なる遺体。わかりやすく言や、大昔に死んだ偉い人。俺はこの聖なる遺体に導く。今世界にはその影響で異変。そこの、つまり本来。構いません、僕の記憶は。それがなぜジョースターさんたちを襲う。華教員、お前さっき、それがスピードワゴンの言う。わからない。それであん単刀直入に言う。聖なる遺体は全遺体には不思議なパワーが。あと8個集めると1人分。そうすれば全てのいいはずだ。多分。多分。実は俺にも遺体を持つようになってから、その声に導かれて。おいおいおい、まあ待て人。俺が元いた時代はよ。けど俺だけじゃ何。この聖なる遺体は、つまりあんたたち、多分。あの女、突拍子もねえって思うだろうがよ。シュール。さん、みんなどう思う。やれやれ。俺はあの男の言うこと。しかしよ、僕は信じます。あ、よし、いいじゃろう。というのも変じゃな。ありがてえ、助かるぜ。これは聖なる遺体が共鳴してる。何？やはりこの近くに遺体があるみてえだ。なんじゃ。
その遺体は、これは何じゃ。まるで光、この光のひびは、光のひびの中に入れば、よし、それじゃあ行く。なんじゃポルナル。いや、アブドゥルとイギが戻ってくる。それに、僕もです。ああ、やれ。Thank you for playing!